花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾志郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾志郎の音楽魂、今日はですね、ゲストいらっしゃらなくて、金玉というね、ことになりますが、まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。寒いね。寒いですね、急に ね冬になっちゃって、そうそうそう、久々のですね、桜田武さん。はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです。すごい真冬の格好。秋がさ、あっという間に過ぎちゃって冬になっちゃったね。寒いですね。うん、雨だしね、今日 ね、うん、こういう時はね、体調壊しやすかったりするんでね、皆様もね、本当にお気をつけくださいという気候になってまいりましたけどもですね。まだストーブつけてないでしょ。ストーブはさすがにまだつけてないですね。いや、でもでもつけてる人いるかもね。私つけたくなっちゃったもん。ああ、でも今日あたりはつけたくなるかもしれないですね。そう、だからなんかエアコンとか言ってたのよ。暑、ね、くてしょうがないとか言って、ね、この間までね、うん、結局これつけなかったからね。いや、すごいな。まあ1年じゃね、先延ばしという、ね、そういう風になりましたけどもですね、皆様いかがでしょうか。まずお便りからいきますか、今日は。あ、はい、いいですね。あ、歌からお便りからいきましょうか。お便り、まあ、これなんかこれじゃないの。うん、これがいいよ。行きましょう、大きいの、私の。あ、私が読む。いやいやいや、うん、私こっちがありますからね。あ、じゃあ松下さんのから。どっち、うん、ペンネームマリとモモコ。ああ、来ましたね。どうもどうも、いつもね、ありがとう。ありがとうございます。はい、10月9日12時放送、加納吉郎の音楽魂へのメッセージです。あ、ありがとうございます。加納さん、としみさん、キキさん、桜田さん、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。だいぶ寒くなり、いよいよ秋らしくなってきましたね。この度はとしみさん、お誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。先週ね、ありがとうございました。これから、先週ね、お祝いしていただきました。うん、これからの、ますますのご活躍をお祈りしています。今月はとしみさん、桜田さん、はい、来月はかなおさんと誕生日が続き、おめでたいですね。あら、そうですね、桜田さんも今月、僕来週ですね。あら、来週なの。何日。14です。おお、 14って、はい、あ、なんかあるの、イベントが。いや、特に14はないですけど。本当に。ただ16が一応ライブがあるので。あ、誕生日ライブみたいな。誕生日ってわけでもないんで、僕別に誕生日ライブってわけじゃなくて、たまたまその日に入ったんで。そっかそっか、じゃあ同じあれだ、天秤座だ。そうですね、ね、みんなですね。さて、今週は久しぶりの金玉ということで、はい、ラジオ楽しみにしています。ありがとうございます。久しぶりにインスピレーションが聞きたいです。よろしくお願いします。いつもかなおさんの歌に励まされています。ありがとうございます。寒くなるけど冬に負けないぞ。皆様、お風邪などひかないようにご自愛ください。はい、マリとモモコのモモコちゃんより。ありがとうございます。マリとモモコペアネーム、ペアなの。うん、インスピレーション来ました。来ましたよ。インスピレーションちょっと予定してない。いいんじゃないの。最近あんまやってなかったですよね。やってないね。俺忘れてるかもしれないな。多分ね、レションレションって。そう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 。ラジオをお聞きの皆さん、ライブではね、インスピレーションっていう頭の部分でね、ラジオをお聞きの皆さんもね、レションレション2回お願いしたいと思います。何言ってんだろうか。これエコー、ね、分かる人には分かる。イヤホンで聞いてる人が街中でいきなりレションレションつったら。あ、嬉しいね。それはちょっとね、変だよね。結構今最近独り言言ってるかと思うような方がいらっしゃる。あ、そうですよね。これやってるから、インカム、マイク付きのやつでね。俺びっくりしたよ、なんか一人で話してるからさ、なんだろうと思って。しかも大きな声で話す人が多いのよね。なんか僕も最初はね、あれちょっとドキッとする。ドキッとする ね、ドキッとするよね、あれね。危ない人なのかな。そう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 。あれね、自分でやるようになっちゃうと、あ、この人使ってんだなって分かるんだけど。あ、そういうことなの。自分でもそれを使うと、うん、あんまり焦らなくなる。あ、この人も使ってんだなぐらいな感じになる。あ、そうなんだ。自分が使う前まではね、ドキッっていう感じで、ね、そう、私未だになれないな。うん、あれしたことないけど俺。ただあんま喋んないですよね、うん、ね、うん。気持ち悪いんだけど、まあいいです、すみません。
別な夜をお前にあげよう今夜だけ。インスピレーション、レーション、レーション、すべての夢をお前に託しての中にいる。
はい、ということで、マリとモモコさんのリクエストにお答えしました。カラオケのインスピレーションでしたけどですね、いい発声練習になるよねこれ、朝からこうガーッとこう、どう桜田君歌うの練習いいですね楽しいですね、朝から朝からね、ちょっと暖かくなるよね。だいたい俺キーが割と高いよね、上やるのって結構大変でしょですね。インスピレーション、ということで、松下さんの方はお便りはないですかね。ありますよ。先に僕の方読もうか。あ、おいね、金尾芳郎さん投げ銭 FM オン中ということでね、出ましたね。チャーリー佐藤さん、来ております。今日投げ銭3万円すごい、元気いいですね。いいですねこれね、まあこれ、ね、使えない、使えないんだけどね、こんにちは、寒いですねということで、昨日は大谷温泉明神の湯でゆったりと過ごした私、やっぱりお風呂はいいですね。僕も本当に大好きなんですよね、銭湯特に、大谷田温泉じゃない、うん、大谷田温泉です ね、 これね、うん、うん、ゆったりとした私、小雨に打たれつつ露天風呂でリラックスいたしましたというね、露天風呂があるといいですよまたね、うん、夕方から GoTo イートを使わずに焼肉屋でのんびりと倒し、焼肉屋でのんびりと飲み倒し、はい、幸せな一日でありましたと。金尾さん、桜田さん、松下さん、はい、お三方とは、南武線久慈駅あたりで一杯差し上げたいと企んでおりますっていうね、キキさんも参加してねっていうふうに願いておりますけどもですね、もう去年でしたっけ。そうだね、あの去年久慈祭りね、はい、久慈のお祭りに行きましたね。そうですよね、まあ今年はね、やっぱそういうお祭りもね、ちょっと中止になったみたいでね、残念でありますけどもですね、リクエストは日の当たる坂道でありますって、やっぱ来ましたね、チャーリーさん、チャーリーさんこれ好きだね、この歌ね。そうそう、日の当たる坂道、これ横浜のね、僕が住んでた近くの、坂道があるんですけども、それ作った歌ですけどもですね、行きますか、日の当たる坂道、チャーリーさんのねリクエストにお答えしましょう、日の当たる坂道。
金尾吉郎日の当たる坂道、チャーリー佐藤さんのねリクエストにお答えしました。ちょっと暑くなってきましたね。ちょっと1枚脱ぐか足を脱ぐかって笑われちゃったちょっと暑い、うん、暑くなった。いや僕これぐらいの方が気持ちいいんですよ。あちょうどいい、うん、あ金尾さん歌ってるからね。あ特にそうそうそう歌ってるからね、うん、まあでもあのですね、ガタガタしてもガタガタしてますけど、じゃあお便り、うんはい、続きいきましょう。続きいきますね、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。台風の影響どうですか。こちらはもう本当に気持ちの良い晴れた日です。あらそんなに違うんだ。ミキさん、そうです、やっぱ博多のミキさん、博多のミキさんです、うん、珍しくちっちゃい。そうなんです、ね、ちっちゃい。俺それ絶対読めない読めない、うん、先週の岡地さん心地よい歌声が良かったですね、うん、岡島くんね、岡島くんね、岡地、うん、今週は金玉ゆたっと リラックスした時間なれど、こちらは筋トレ中で気が遠くなっているかもしれません筋トレ、ちょうど筋トレの時間中だよね。時間中なんですよいつもね。個人的な話ですが、うん、この番組にも遊びに来てた澤部さん、これ名前出してもいいんですか澤部さんとついに先週の土曜日にお会いして話ができました。おめっちゃ楽しく、古くからの友人との再会のようにリラックスして楽しい時間を過ごすことができました。おもしかしたらオイラはカナオさんといろんなミュージシャンとつなげたかもしれませんけど、うん、この番組にオイラもたくさんの出会いの縁をいただいてますし感謝しています、うんうん、ありがとう。今日もリスナー同士も心のつながりが楽しめる素敵な時間を楽しみますね。リクエスト、カナオさんなぜか知らんけど澤部さんとの話題になったんで、はい、春吉コールがあると春吉コールがある。昼間から来ましたからね。えとしみさん久しぶりに考えたら母親が好きだからって理由でオイラがリクエストしたのが最初だった。骨まで愛してだけどいつも通り何でも OK です。なるほどね。あのいつもありがとうございます。そうだ骨まで愛してって最近歌ってないね。そうだね。あすみません、パソコンで、PC で送り忘れ、スマホで送ってるんで文字が小さくなりました。 ありがとうございます。ありがとうございます、ね、大丈夫よ、こう、うん、老眼きついので読めます。ありがとうございます、ね、ミキさんいつもありがとうございます、ね、いつもすいません、ね、パブリ君と何かだったらしいけどね。ねえ九州同士で盛り上がったんでしょうね、話がね、うん、そうそう、でもこうやってそういうつながりが広がるっていうかね、それはいいことだと思うんだよね、なんかね。とっても よろしいんじゃないですかね、うん、じゃあちょっと松下さんにね、ちょっと待ってよ、うん、あれじゃないけど骨まで愛してじゃないんだけどもですね、うん、ちょっと松下さん準備が、うん、東京キッドをやってみない、はい、この、ま、今日はね、うん、ウクレレはなしで、ウクレレ今日持ってきて、ウクレレファンの皆様すいません、ウクレレファンの皆様とか、いないですか、いないです、いや、俺なんかちょっと今腹がつってきたウクレレファンの皆様いやいや、ほらお笑い担当になったからだんだんね、ああ嫌になっちゃったかなと思ってね。はいはい、じゃあ久しぶりに、そう、松下さん、やっぱり美空ひばりさんとね、お付き合いがやっぱりお付き合いじゃないよ、スタッフですね、デビュー前にやってたんで、ただのスタッフ、単なる、そう、まあひばりさんの歌ちょっと今日いきますが、どんな、ゆったりいく、うん、yeah.
市や東京きっと腕も自慢で喉を自慢いつもスイングジャズ何にも考えてなかった進行なしどうやって終わるかが決めてなかったですね、でも気持ちよかったです。ありがとうございます。あ、そうですか、はいはい、久しぶりにね、うん、歌いました。東京キッド、東京キッド、うん、いやなんかやっぱり思い出、最初の美空ひばりさんの事務所でいやあなた働き始めた頃っていうのはあれですかね、もう何年ぐらい前になるんですか。いや何年前だから、大学を卒業して8ヶ月オイルをやりまして、うん、それをやめて2月からだから22か3になったかな。なんかその時ってね、いろいろある、その最初の仕事ってどういう仕事だったの。それさまた言いますか、うんうん、チケット作りですよ。やっぱりそこから始まる。武道館の、ね、武道館のチケットは満単位でしょ。武道館のチケット1万5000枚か2万枚だよね。それをね、しかも今はほらパソコンとかでヒューって出てくるじゃないですか、ピアチケットとかこのね、はいはい、昔はね写真入りの豪華なこうチケットあったの知らない、入場券で割とこう特別にその人の写真でチケットってあったでしょ、はいはいはい、でひばりさんの場合はねものすごく豪華なわけ、お金もやっぱ5000とかするしね、はい、その当時ね、その当時、うん、で印刷もちろんできないじゃない、うん、だからあのゴム印みたいなハンコがあるでしょ、ナンバリング打ちます。それだけだったらいいんだけど、ご存知のように武道館っていうのは東西南北あるでしょ、うん、その、はいはい、で、南西とか、うん、それも全部東西南北のハンコをして、手打ちでね、手打ちでゴム印みたいなやつで、ゴムのこのちっちゃいのでね、輪ゴムで巻いて、大変だよね。それだから3日徹夜に近い事務所に泊まり込んで、いや私やめようと思ったんですよ、これ終わったら。こんなのじゃなかった思ったのと違う、こんなはずじゃないよ、やみたいな、うん、私は矢沢さんに会いたかったっていう、ね、まあ、そこにポスターが貼ってあって、それがきっかけだと思う、うん、まあそんなこんなでもう無理とか思ったら、だけど次から次と仕事があるわけですよ、そういう仕事がね、うん、だから、まあ、責任あるでしょ、やっぱお給料いただく上で、うん、だからちょっと逃げ出すのは嫌だなと思って、うんうん、仕事もちゃんとできるまでは頑張ろうと思ったら長居しちゃったというかね。あ、結構でもそこでね、いろんなことを勉強させてもらったし、うん、その間に巡業でこの生で、昼の部夜の部、夜の部って歌あるからね、演歌の人はね、だからそれで生で歌を聴いて、うん、初めてひばりさんの歌を覚えたの、うん、まあ、覚える、嫌でも覚えるじゃない、毎日だから、うん、毎日のように。2回公演ぐらいあるの。あるの、昼の、うん、入れ替え制でね。そう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 、一応全国それで回って、まあ、あのひばりさんだけではないですけど、ほとんどあの自主公演っていう時はスタッフであのチケット売ったり、うん、宣伝したり、うん、そういう仕事最初はね。その事務所にいる時にデビューしたの。いや、もうそこを出て終わってからか。そう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 、辞めるか、うん、もうちょっとまあ道が
開けたかなと思ったらやめたという、その何ていうの、歌でいけそうかなと思ったからやめたというか、タイミング的にはね。なるほどね。そうするとデビューそんなに早くなかったんだね。おそうそうそう、遅いでしょ私は。あ、僕もね遅い方なんだよね。24、5だったから。お、でも結構、でも20歳代ぐらいにみんなデビューしてたの。みんな10代でね、昔は20歳、10とか。いや早い、アイドル系は10代だけど、東京の人はよ、ね、ね、うん、アイドル以外だったらそうかな、24、5ぐらいだった俺も。あ、うん、まあ当時としては、うん、遅いのかなって言ってましたね、この前佐藤隆一さんがね。佐藤隆一さんもそうだし、うん、あの高田英二さんもね、デビュー早いじゃん、10代ぐらいでみんなデビューしてる。銀座ナウとかなんかに出てたって。そうそうそう、だから東京の人たちで、九州はなんかまだ10代って、俺あの蛇捕まえたりしてたんだいやいや、あのね、地方の人はね地方と東京の差はね、原っぱで遊んでたんだから、ね、うん、その地方と東京の差ってありますよね。ありますよ。ここに出てくるまでが大変だからないんだから、だってライブハウスにもないし、ケンタッキーなんかなかったから ね。ケンタッキー、ね、うん、俺マクドナルド初めてあの東京出てきて食べた時感動したもん。それを言うのはさ、だって音楽のライブハウスとかもないし、ないないない、田舎には。そう、だ東京ってコンサート誰でも見えるじゃん、この今流行ってる歌が、うん、例えば外タレとか、ストリートの走りを俺神社で歌ってたから。あ、そっか。ストリートじゃないね、そのまだ野外。だからそういうのがありますよね、環境でね。まあ博多時代にちょっとじゃあ歌ってた、あの歌ってた歌をあのミキさんのリクエストをお答えしましょうか。うん、春吉。
街行く男に声かけちゃねえ遊んでいかない春吉の女っていうね歌でしたけどね春吉コールカン、うん、ということでね博多の美希さんのリクエストにお答えしました、他にはリクエストございましょうか お便りはですねちょっと待ってくださいこれ携帯変えたらねちょっといいじゃないですか。ですね、携帯ね大きくなりましたね携帯。いや変えない方がよかった。苦労しますよ。LINE も全部消えちゃったし履歴がねちょっとね。電話番号のさ僕もあれなのよ未だにまだ入れてないんだよ。え？いやバックアップしてなかったのよ。ああ。で携帯電話帳横浜の地下鉄の隙間に落ちた隙間に溝があんのよ。はいはいはい。両方に。奈落の底まで落ちる溝がそこにさスルッと落としたわけポケットが破れててそれもうスローモーションで落ちていくのが見えたからね悲しかったね悲しいよねそれ未だにさ入れてまだ30人ぐらいしか入れてないんだよねそバックアップってなんか、ね、古くてなんかできなかったんだよねっていうかしてなかったのよでも何もないからねできないんだでもその時すごいショックだったけどでも電話なくても生きてはいけるからねまあもともとなくて生きてたんだからね昔はねって思えばねだからねそんなこと考えてたら、うん、さっきの話じゃないですけど、うん、あのひばりさんのそのね、うん、コンサートの事務所行った時はがきで、うん、あの、まあ、なんていうの面接は新聞の広告で見て住所で行ったりするじゃない、うん、電話で場所聞いて、はいはいはい、今それないでしょみんな地図見るじゃないあそうです、ね、よくそんなんでやり取りで行けたなって今考えるとさすごいなんか昔はでもそれで昔はそれで行ってたよねなんとかやってたんだねなんていうの電話で場所聞いて交番で聞くとかさ、うんでねまあ、今でもできるけどあっちなきゃないでそうなんですよなんとかすんだよねで自分でほらもう考えようとしなくなるじゃない、うん、地図パッとすぐに調べるから楽だもんね、うん、でだからね脳みそがね最近退化してるのがすごくわかる、うん、顔と名前が絶対一致しないのパッとあほらあれあれって言っちゃうよねその名前出てこないから特に映画のとかさ見ててあこれ誰だっけ役者の名前が出てこなかったりするよ、ね、あれねすごいイライラするしょうがないよねでもね そこでね諦めちゃいけないらしいんですよ、うん、思い出すといいらしいね、うん、あその線が繋がってないわけね頑張って思い出すようにするとないそういうのまだないからいやいやありますよその名前出てこないとかっていうのはあるあるある名前ならいいけど私しゃもじとかさお玉とかさそういう名称物の名称分かんない時がある、うん、あれ何これ怖いよねそれはちょっと怖いかもね老人病あほらほらあのしゃもじってほらお味噌汁をこうやるのなんだっけっていうお玉そういう名詞がねこういう名詞が出てくるそれはちょっとちょっと危ないかもしれない、ね、危ないよこれがやっぱね老化現象というやつですかねでもそうやってなんかみんな置いていくんですよ、うん、置いて置いるけど忘れることっていうのは一つは悪いことでもないんだよね悲しいことを忘れる、うん、そこ忘れる人間っても忘れるもんじゃないだからそういうのはほら容量が決まってるからさ、うん、あのなんか出していかないと新しいの入ってこないじゃない、ねうん、悲しい思い出は外へ出して新しく楽しい思い出を入れていけばなるほどねそれはいいよね、ね、それはあるよねだからねということで読んじゃう、うん、あまたねこういうのがね今せっかく出してたのにねそれやめてくださいあのアトランタの勤高橋さんからリクエスト来てますか、はいリクエスト読みますか、はいはい、花田さん松下さん桜田さん菊池さん、はい、おはようございま す今日は銀玉夜です、ね、夜ですよ、うん、先週はサイレントリスナーだったので今週は何か気の利いたことを書こうかと思いましたがすで、うん、にワインが回ってしまい頭が回りませんもう寝てるかもしれないよ
カナオさんのアートにエールのマイフレンドも再生数800回以上、うん、あ、おかげさまでいい感じで増えているので嬉しい限りです。おお、800回すごいね。あ、すごいすごい。ね、リクエスト、うん、マイフレンドと書きたいところですが、うん、言いたいところを今の酔っ払い加減で。マイフレンド。お、お、やる？ How are you? これじゃないんだけど。違う。と言いたいところだが、ダイナマイト。か、77温度でお願いいたします。はい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 、寝落ちしないよう頑張ります。はいはいはい、ちょっとマイナー系 のが続きますが、ダイナマイト行ってみますか。じゃあリクエストの答えします。ねえ、せっかく、アトランタの、ストームさんからね、ストーム高橋氏さんからね、いただきました、ダイナマイト行きましょうか。ちょっとだんだん調子出てきたね。出てきた。
最初はやっぱ寝てんだよね、どうしても。寝てる？はい、失礼しました。寝てました？寝ちゃダメだ、みんな。寝てはいないあのね。外の皆さんもちょっと笑いが出ましたけど。いや、なんかね、やっぱりこう、だんだん良くなってくると終わりになっちゃうのよね。うん、それはしょうがない。温まってくるとね、うん、いい。2時間番組するか。2時間。いや、それは長すぎ。笑われました。長すぎでーす。今ね、ちょっとメールが来た。あ、来ましたか。はい、こんにちは。こんにちは。このところバタバタして投稿がままならず申し訳ございません。おうおう、大阪の荒木聖子です。あ、聖子さん、久しぶりですね。ありがとう。桜田さん、キキさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いただいてます。あれそうだ、セリカ君あれですよね、チキンジョージやったんだよね。あ、そうなの、うん、神戸 の, うん、もう大盛況みたいだったよ。いい、読んでも、はい、お元気でいらっしゃると。今日はゲストはいないと、先日のツイッターでカナオさんのアートでエールを、はいはいはい、感動いたしました。あ、ありがとうございます。今日は皆様に、皆様に、はいはい、届きますようにマイフレンド、はい、ゲストさせてください。またお会いしたいですってことですが、ね、ありがとうございます。ちょっと触りだけやらせてもらったんですけど、やっぱりあのアートにエールをって、あ、ご覧になってませんか、まだね。まだ見てないですね。まだ、ぜひご覧いただきたいと思います。それね、あの鈴木さんね、カメラマンの。あ、写真のやつ？あのビデオ、ビデオです。動画はまだ見てなかった。ね、もう渾身の力で。込めてやっていただきました、ね、鈴木さんのおかげでございます。本当に、ね、あと金子くんね。そうそう、金子くん、まあ、あの音のね、一応まだちゃんと録音してないんだけどもね、仮歌だけどね、仮歌でも立派な仮歌で、どうするちょこっとできるじゃん、時間的にはね。いや、ちょっと立ってね、これ長い歌なんだよ。そうね、じゃあこれあのあのね、成功しちゃうね。ま、始まっちゃったらもう最後まで行くしかないよね。そうそうそう、そう、始まっちゃったらもう最後まで行くしかないよ、これね。I'm not the only one.
はい、もう全部やってしまいましたね。ということでね、あっという間の1時間でしたね。それじゃあ最後にですね、ストーム高橋さんのリクエストをお答えしましょう。七七音頭、不良中年のすすめと申します。いよいよいいでしょうか。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ということでね、ぴったり終わりました。花後ろの音楽魂、あっという間の1時間でした、ね、本日のお相手ははい、桜田たけしと、はい、松下としみ、はい、花後ろでございました、また来週お会いいたしましょう。来週のゲスト、ブルー松原さんです。お楽しみください。 See you next time。流れる